です。書評です。ワールドワー Z、マックス・ブルックスさんの小説です。今上映中の映画でブラッド・ピットが演じているワールドワー Z の原作です。私はゾンビ映画が好きなんですけれども、クリスチャンとしてゾンビ映画を見てどうなのかっていう問題はあるかもしれないですけど、好きなものは好きなんでしょうがないんですけども、ゾンビ映画には当たり外れが大きくあるんですけども、このワールドワー Z のブラッド・ピットの映画はものすごく面白かったです。映像も面白かったので、じゃあ原作を読んでみようと思って買ったのがこの本で、ゾンビ小説を読むのはこれが初めてでした。結論から言うと、面白いところもあって面白くないところもあったんですけれども、ゾンビ映画、一番最初に読んだゾンビ映画としてはもうゾクゾクするほど面白い部分があったので、当たりかなという感じを、受けました。でもですね、ワールドワー Z の映画のストーリーと全く別のもので、この小説に関しては全く別の小説として読んだ方がいいと思います。一致するというのは、エルサレムの城壁ぐらいなもんで、それ以外はほとんど一致しないです。この小説の内容は、ストーリーが、流れていくという書きか、普通の小説の書き方ではなくて、ゾンビ戦争が10年続いて、それから10年後のゾンビ戦争から復興 しつつある世の中で、ゾンビ戦争に関わった人々に著者がインタビューをするという形式の、インタビュー集のような感じですね。最初から最後まで読むと、そのゾンビ戦争の流れの通りにインタビューされている人が語ってくれるので、最初にどういうふうにその病気が広まって、ゾンビが広まって、逃げている人が孤立して、そして軍隊が組織されて、今度はそれが戦争として世界中で戦いを始めて、人間の勝利になっていくという、そういう流れはだんだん分かるように書かれてはいます。でもですね、いろいろな立場で戦争を体験した人のその語り口調がバラバラで、小説の流れとしてはちょっと私としては馴染みのない書き方だったので、どうかなというふうに、時々読むのが疲れました。でもですね、その体験者が、例えば日本の体験者が、小倉から、九州の小倉から北海道まで逃げていくんですけれども、そういう人物が出てきたんですけれども、一番最初に、自分の周りでゾンビの、そのアウトブレイクが、感染が広がった時の状況を、察知した時の自分の状況を語る時、それが ものすごく面白くて、実は彼は、パソコンオタクで、パソコンオタクの引きこもりの人間が、外の世界のゾンビ戦争をコンピューターの中でいろいろ探って、気がついたら自分だけ取り残されて、外の世界はゾンビだらけだったという、そういう面白い設定で、マンションの10何階から、地下に降りなくちゃいけないんだけども、階段とかエレベーターはもうゾンビがいっぱいで、しょうがないからベランダを、シーツを引きちぎって、それをつなぎ合わせて上から、怖い思いをしながら、引きこもりのコンピューターオタクが社会性のないそういう人が、外に行かなければならないという、そういうシチュエーションがあって、一回一回階段を降りていろいろな体験をして、怖い思いもするんだけれども、そこで彼が見るものというのがなかなか視点としては面白かったです。そういう面白いインタビューの話もあれば、あんまり面白くないなっていう話もありました。例えばなんか、まあ比較的これは面白かったんですけど、面白くないものは記憶にさえ残ってないですけども、例えばゾンビ探知犬という犬が軍隊で養われるんですけども、その人が体験した、その犬との関わり合いですね、その犬を軍用犬にして、育てるということなんですけど、あんまり私はこれは面白くなかったです。でも覚えてるので、まあまあ面白いと思ったんでしょう。そういうふうに、いろいろな体験があちこち、展開されて、ストーリーとしては、
はっきりとしたストーリーが書かれてるんじゃなくて、そのインタビューされている人が語ることによって大体全体の世界の流れが分かるようになっています。例えば、国が崩壊して国連が崩壊して、国連が船の上に移るんですね。そういうことがあったり、それから、ソ連が崩壊してロシアが宗教国家となって、ここら辺のいきさつはあんまり詳しく書いてないんですけども、宗教国家となってゾンビと戦っていく、そういうことになって、全体主義の宗教神聖ロシア帝国という名を名乗っていたり、そんなような、あの国家も組織もみんなリセットされて、また新しく作られて、そしてゾンビと戦って世界がまた統一されていくという、そんな感じのお話でした。面白かったんですけども、面白くなかったところもあったので、星3つか 4つかで悩んだんですけども、最初のゾンビ小説としては大正解という感覚もあったので、星は4つにいたします。以上です。